クリームか。あ、2個ですね。全部練りも氷もなくなっちゃった。あ、これもらっていいんですか。うん、よくよく。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お邪魔しました。なんかゲームやってるんですね。おお、ゲームやったけん、ゲームはしよったよ。そうやったんですね。これなんか勝つとなんかもらえるんですか。あ、なんか勝つともらえるんですか。なあ、もらえる。あ、なんか関係なかった、遊びたい。ただ、あ、ただ遊びですか。無料ゲームやもん。あ、そっかそっか、うん、店の様子をちょっと撮ってもいいですか。店も何も看板のような、なんかその中銀が登場したことでしょって。いやいや、でもまだ一応続いてますね。自転車直してもくれますので、ここなんか何ば撮っと。鳴島の風景を撮ってみたいな。鳴島の風景を、どこから来た。東京から来ました。そうなんですよ。やっぱ島の方がいいなって感じだったんですか。いや、もうほら、親父がこの仕事をしよったってさ、俺の25の時亡くなってさ。あ、そうなんですか。おう、うん、それでまあじゃあも戻ってきて、それでそのままほら、後継ぎさ、まだ弟と妹かっこいいに生きよったしさ、まあ帰ってよかったかもしれんね。田舎で商売しとってよかったかもしれんって、たまにずっとおったとはなっとったかわからない。あ、引っかかっちゃってるのかな。硬くなっとってたの。ああ、そっか。間が下げて。もうダメか。ちょっと待ってよ。最後の最後にすいませんね。もう最後の最後がね。これ動かんたよ、ほら。ほら、ここは。ああ、ほんとだ。もう錆びきっちゃってんだ。そう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 。ばあ、久々この感じの仕事させられたな。大変な仕事ってことですか。いやいや。珍しかった。あ、珍しい仕事。まあ錆びてはいるだろうなと思ってたけど、ここまで。ああ、すごい、治った。え、治ってないですか。治った、治った、ありがとうございます。たまにさ、うん、これに油足したら確かに、そうですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ助かりました。え、101歳。こんにちは。101歳。な、2歳。2歳になった。2歳になった、うん、すごい、すごい。好きな食べ物は。食べ物何が好き。食べ物、うん。130歳目指して130まで。ありがとうございます。こんにちは。あ、どうも。いつもありがとうございます。ご無沙汰しております。はい、皆さん、今から説明します。はい、本当の部分を渡すと、はい、次は黄色い玉ですね。黄色い玉ね。黄色い玉です。これ緑の玉。赤い玉。はい。これを機械に買った人が、これを適当に持って投げます。機械動いてるね。うん、機械動いてる。で、赤が近くなったので、次は緑が投げます。緑が投げます。思いっきりつけちゃえ。一番近いから、これで1点です。はい。で、これで、例えば赤がね、ここにあった場合。はい。で、ここに緑が2つあった場合。2点。2点。はい。ですね。はい。最初、やろうか。ちょっとだけだよね。ほんとちょっとだけだよね。よっしゃー、イエーイ、やっと来た。ありがとうございます。
やるときに来る。あ、そうなんですか。何キロくらい？何キロくらい？何キロくらい？結構じゃあ皆さん持って帰るくらいの。そうですね、確かに、まあ、そんなことはないな。もし僕だけでちょっと難しい感じやけど。どうぞ持っててください。すごい一瞬だったな。早かったっすね。一個でもらっていいですか。一個もらえないですか。ありがとうございます。ちょ持ってきます。すごいも見させてもらいました。ありがとうございます。話は聞いたとき、そう、僕も話はずっと知っていたんですけど、めちゃくちゃいい人ってかっこいいイケオジって言ってました。よう言うよ。間違ってないね。間違ってないですね。でも間違ってなかった、本当に。野球でお母さんがソフトだった。はいはいはい。これでやらせて。やってみようみたいな感じだったのね。さっきこう自分も話してだけど、人数人がいないからして終わって。バドミントンに入って、それにバドミントンの方にちょっと入って、離島からちょっと遠くの方に行くのが結構きついですよ。帰ってきてからすぐ学校っていう。今何人くらいあれに部員はバドミントンになるやつなの？ 8。 あ、じゃあもうでもバドミントン多いんだね。まあ、ほとんど少ない人は。はい、どう、鳴島でさ、はい、いてさ、一番良かったことというかさ、何が良かった？釣りができることっす。そうだよ、釣りができた。お邪魔します。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。あれも見てくださったんですね。全部見てる。そうです。息子さんとなんかアップしてもいいよ。いいですか。俺も出して。俺も出して。餅巻きのシーンは本当にすごいいいの見させてもらいました。本当初めて見たんで。初めて。もう本当人生でああいう家の上からなんか餅を巻くっていうのは。はい、お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。はい、いただきます。マジ嬉しいよね、鳴島にね、わざわざ来ていただいて。何回も遠くなっちゃうんですか、鳴島は。何ヶ月？鳴島は1ヶ月半くらい行きました。どっから来たの？あ、東京。あ、ダメですよ。